ばんは、青春通りの五十嵐です。今回は前回の動画で少しお話しした宅配系店舗などに近年よくある特別指名料についてお話しします。ご存知のない方に簡単に説明すると、例えば基本料金が60分1万5000円として、 A ちゃんはルックスがめちゃくちゃいいから基本料金と別で特別指名料1万円の合計2万5000円ですというように、プラスで女の子のルックスや人気によって特別指名料がつくので、女の子によってお遊びする料金が違うっていうのが最近ほとんどどこの店舗もあるんです。もちろん特別指名料が高いと客料金も高いから、女の子のお給料、手取りの単価も高くなります。その特別指名料はどのように決まるのか、うちの経験と元スタッフさんに聞いたことからお話しします。その1、ルックス。やっぱこの業界、見た目でお値段がほぼ決められてしまいます。顔はもちろん、スタイル、胸や体、肌の綺麗さなど顔以外の要素でも値段は変わってきます。うちが長くいたグループ店舗は面接時にパン1にされて、体のスタイル、肌、傷やタトゥーがないかみっちり確認されて、特別指名料、お給料の査定をされます。飲み屋さんと違って体を見られるお仕事なので、当然といえば当然ですよね。もちろんタトゥー、リスカなどの傷、肌荒れなどがあれば減額、もしくは不採用の対象となるので、タトゥーとかリスカはしない方がいいですよ。その2、前店舗の指名料や本指名数。これは前の店で指名料がいくらやったから同じ額以上は欲しいとか、女の子が交渉したり、お店のスタッフがそれを参考にもしますが、前のお店と同じかそれ以上の金額が必ず出るっていうことではないです。その店舗で前店舗の金額に見合ったルックスなのか、収穫の見込みがあるのかを判断されて決まります。他店ですごく本指名が多くて人気のある子は、ぜひうちに来てくださいって頼まれて、指名料、お給料上げられるなんてこともあります。逆に指名料が高くて全然お客さんがつかないとか、本指名返ってこなくて稼げない子やと指名料が減額されます。なかなかの屈辱やと思うし、お店としても印象悪いので、この時は名前を変えて新人扱いで料金下げて再度デビューとなるそうです。出戻りの女の子で、以前在籍していた時にお客様あんまつかない子も指名料を下げられるそうです。その3、 SNS のフォロワー数。近年は SNS の影響すごいですよね。もちろんフォロワー多い子は条件良くなりますね。こっちの業界はツイッターしてる子が多いから、フォロワー多い子でお店の宣伝できる子はぜひした方がいいですね。ツイッターで姫予約なんかしてる子もいてるぐらいですよ。でもね、この特別指名料っていうのができたせいで、ネットとかでいろいろアンチっていうか誹謗中傷のネタになるんですよ。〇〇ちゃんでこの特別指名料は高すぎる、ぼったくりやとか、コスパ悪いとか、
そういう批判はどうしても出てきます。この指名料のことも人によって高いと思ったり、安いと思ったり、人それぞれ好みもあるし、指名料を決める判断も、難しいですね。そう考えると、西成区料亭は同じ通りのお店やったら、料金は一律やし、実物見て選べるから、そういう批判とか面倒なことはないし、批判もないし、気に入らんかったら、上がらんかったらいいだけやし、気に入れば上がったらいいし、そこもいいところなんやなって、うちは思って、夜食最後のお店に選んだのも理由の一つです。最近、うちが行った店舗でも、高い子は60分がなくて、75分からで4万円する子とかもおって、それに消費税の 10% もかかるから、4万4000円とか結構高額な子もいててびっくりしました。120分やと税込みで7万円近くする子もおって、神戸の高級なお風呂屋さんより高い子もいてるから、なんかすごい時代になったなって驚きました。うちが宅配系店舗いた時は、さすがにそこまで高い子はいてなかったので。近年では、宅配系以外にも、神戸のお風呂屋さんでも、一部の店舗では、このような特別指名料制度が設けられ、どんどん女の子のルックスや人気によって、金額が変わってきてますよね。料金の差別化がどんどん進んでます。というわけで、今回は特別指名料制度についてお話ししました。近年は高額な女の子もたくさんいてるけど、皆さんは一人の女の子の予算はおいくらぐらいまでなら使ってみようかなと思いますか？またコメント欄で教えてくださいね。ではまた次の動画でお会いしましょう。チャンネル登録と通知のベルマークのオンお願いします。また上がってってー。